スイート、恭平、ノリト、ターボ、バスゲーム、表参道でしたっけ。このインスタバトルで負けた方の罰ゲーム、3日間林家ペーパー子生活。出ました。敗北者君です。マジでめんどくさいな。誘っていたかのように真っ黄色で攻めてきた。残念ながら今から全身ピン。なる。3日間、まあ嫌だとか言いつつ、あの、もともと負けを3日前ぐらいから決まってて、もう全部意識し注文しちゃう。上下ピンクで合わせりゃいいんだじゃん。靴も上も上って髪の毛も。ついにもうペーパーを超えてる。やば、 CC ガールじゃん。 CCB 新しいユニットやめて。レッツゴー、ペーパーでいこう。やばいってよ。ガチだ。やばい。一緒に歩きたくないから。これで飯行くの。じゃあ飯行きましょうか。行きましょうか。レベルちゃうってこれは。あー美味しそう。もうすぐなんかカレー来るよ。あ、カレー来るんですか。うん、ちょっと待ってみましょう。来ましたね。あ、いました。あ、来ました。あ、来ました。あ、来ました。何だしてる。うわうわ、きついっす。きつくないでしょ。きついっす。ついだよ。今日も頼まないで俺にもう。恥ずかしい。わざともう恥ずかしい思いするように天かす持ってきてて、この箱だけ渡して。お前さ、それなんか牛丼屋行ったらさ、勝手に紅生姜くれそうやな。お笑い分かりすぎでしょ。紅生姜でーす。ショートコンテ。こんなんなの。ただ見ててもピンク、ピンク、ピンク。いやもうこれただのおねえだなお前。ここまでする必要あります。どうですかこいつ、ほんまに気持ち悪いですよそれ。うわ、ちょっと来ないでもらっていいですか。まあでもノリも一時期ピンクだったからね。あ、ピンクですね。もうなんかもう痛い不思議さみたいになってるやん。もうじゃあ、あ、気持ち悪い。あーどうですか。頑張ります。明日はどっか行こうな。行かねーよもう。タボデートしよう。なんやろ、殴っていい。殴っちゃダメよ。おい、なんじゃなんじゃ。お前気持ち悪い。もうカメラをね、回さざるを得なかったです、これは。しょうがねえだろうが、そういう生活してんだよ。そんな姿で編集すんな、お前。ヘッドホンとかやめて、しかも。何っていうか、俺の勝手だろうが。昨日、髪染めたとこいなかったからさ、俺。ああ、そうだね。お前も寝てたもんな、先な。起こしてきてさ、ターボーが俺のこと。キモすぎて発狂したもん。病気で。うわーって、超ビビってたね。俺、宇宙人に襲われたと思って。今日ね、セギが来んのよ。セギ、まだ、あなたのそのピンク髪見てない。まあそうだね。言っとくけど俺ガチで引いてっからね。どんな反応するのか。もうすぐね到着するっつってるんで。あ、おはようございます。来たな。やっと来ましたね。あたし言ったでしょ、全部ピンクにするって。はい。じゃあそれを公開いたします。スリー、ツー、ワン、はい。はい。やばくない？はい、ピンクでーす。いらんなとか思ったけど、このタオル絶対一発で見た方が良かっただろうと思ってたけど、あ、やばい。やばいよ。なんかしっくりき始めてる。え、おお、おお、ほらほら。なんかキャラとして立ってる。そう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 。俺言った通りや。嬉しいな。あれあれじゃないやろ、サイキックスオじゃないこれ。あそんなええもんかね。なんか来た、なんか来た。まだ吹いてるお姉さん見られんのよ。この靴も見てよ、靴も。靴もすごいよ、ね。ピンク。あ、靴買った。じゃあ先入って先。ああもうびっくりした。びっくりした。魚肉ソーセージ。魚肉ソーセージじゃねえ。これじゃただのおちゃらけたやろ。そうね。食レポバシッと決めて、もう実はすごいやつだぞということをね。美味しそうですよ皆さんこれ。はい。いただきまーす。おーす。おカメラに向かって俺はこうやってしていくんだよ。でそんな情緒が不安定になっとるんやお前は。
うつ病です。うつ病とピンクの長いやつでこの車やばいで。なんで俺がうつ病になったか教えてやろうか。おお、なんだ。お前が気持ち悪いから。いい加減にしろ。まさかのボーリングのピン。そう、なんかさ以来の同じところのドライブスルーです。なんで俺奇抜な格好したら俺ドライブスルー。おお、でもワンチャンあれだね。前ボーリングのピンで来た時、バースデーパーティーですかみたいな乗りいい人いたから、うん、今回もいるかもしれない。そういう人が。まあ、一番いいのはぶん殴っていいんですか。ちょっとお前しか言わねえよそんな。さあ来ました。おー、まあ、お待たせして申し訳ございません。はい、520円でございます。はい、袋にはお入れしますか。そうですね。はい、はい、もう少々お待ちください。はい、触れられない。一番恥ずかしいやつ。触れられない。ちょっとあいつ寝てるからとりあえず連れてこうか。あ、すいません、すみません、起きてください。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 あー、ちゃんと全身ピンク。待って。はい、はい。これから、ランワン行きます。はい。はい、行こう。連れてこう。連れてこう。いや。おい、連れてけ。これで目隠せ。これ。ピンクのやつが連行されてるの一番怖い。いやー、来ましたね。あれ、あの人どこいるんだろうな。あれどあれいない。いたうわうわ、冬仕様になる。俺は常に進化している。じゃあ今日もね、あの一人で受付してもらって、で一人でボウリングやってもらうんで、でやっぱりペーパーコ生活なのにパーコ感ない。パーコのハッハッを5回以上やんないともう帰れません。俺もう嫌なのよ、この若者乗りのバカみたいなやつ。若者乗りでバカなことするのが YouTube やから。許せよ、新名。はい、やっていきましょう。レッツゴー。この映画面白いです。なんか、ラウンピンク多ない?そう。あんまりなんかね、見えてない、見えてない。聞こえましたよ。ただ聞こえないです。ノーカンです。ノーカンです。じゃないから。そうそうそう。で考えたらまあ普通かもしれない。普通じゃない。イラついてきたから。これやる。もう俺これやる。怖い。これやる。もうね、大体ね、俺がインスタビリになったことが未だに納得してないんだから俺はよ。もうイライラしていて、左グローブ右につけてるから。なんだピンク。なにこれ。おお、強いよ結構。ゼロ。頼むからちょっとみんなでやろう。いや、ちょっとみんなでやろうや。どうみんなでやろうって。みんなで、みんなで、気持ち悪いのよ。みんなで一番怖いのよ、ピンクのやつの。やっぱ異常だよ。隣の人の応援を借りてちょっとストライクを取りたいと思います。ありがとうございます。頑張れパーコ生活終了。いやー、つらかった。つらかった。こっちもつれえから。なんでだよ。一緒に歩くこっちもつれえから。知るかんな。もう間違いないよ。でもやっぱりいいけどね、キャラが立って芸能界にもやっぱいるわけじゃないですか。リューチェルとかやっぱり目立ってる。今日からあなたもお姉キャラとして。なんでやねん。素人童貞でオカマとか一番やばい。インスタビリになる私が悪いですからね。ファッション極めていきたいと思いますよ、これを機に。やめろそれ。なんで俺よりお前らの方が林なんだよ。林って言うの。林山で言うよ。この動画面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。
次のピンク以外のターボでお会いしましょう。バイバイ。覚悟でぶっかまされてる奴らけ。